おはようございます。家庭菜園が面白いシリーズ、シーズン1パーソナリティの5一です。いつもお聴きいただきありがとうございます。89回目のエピソードになります。今日のテーマです。人参を上手に育てる方法をご存知ですかという話題でお届けします。昨夜、ショート動画で、驚くべき人参の育て方、家庭菜園ショート49を公開しました。 ご視聴いただいた方々ありがとうございました。ご視聴いただいていない方でご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いいたします。このショート動画をですねちょっと解説するとまずですね一番最初師匠と私が呼んでいる方はお隣さんのことです、えー。菜園のお隣さんがいまして。 で彼もですね、いろいろあの、リタイアしてからずっと家庭菜園をやられてるんですけども、人参には苦労されてると聞いてます。で、結局結論に達したのはですね、まず大量に種まきをして、間引きながら育てる方法でございます。まあ、これをですね、インタビューしに来ていいよと言われましてですね、短い動画に編集してみました。 さて、実は僕にとってもですね、人参は最も難易度が高い野菜なんです。何が難しいかというと、発芽。これにつきます。まあ、その後の手入れというのもですね、えー、結局サボってしまうんですが、一番のポイントは発芽です。で、ポイントはもうわかってまして、この人参はですね、高校生種子。発芽に光が必要なんですね。 この高校生種子という、うも何なんていうのかな、その性格、性質が一つ。あと、水分が必要なんですね。で、結局、高校生種子ということなので、種まきして土をですね、薄くかけるんですね。そうすると、表面に、やっぱり土の表面に近いので、その水分がですね、結局土から蒸発するのが早いですよね。 そうすると、やっぱり水がなくなっちゃうので、表面から。この水やりを常にやるような状況にいないとですね、この発芽なかなかしないということでございます。で、これを防止するために、不織布をかけて保湿するんですけども、どうもうまく発芽していません。 であと、鎮圧もしなさいということなので、鎮圧もするんですけども、なかなかうまくいかないということです。であと、まあ、たまたまですね、何度かあの発芽することもあるんですけども、まあ、発芽したら発芽してですね、えー、この苗がですね非常に細いんですね。で、油中のように、例えば大根のような芽じゃなくて、 えー、その芽が非常に細っこいわけですよ。双葉、本葉出てくるんですけどで、間引きも非常に手間がかかるということで放置してしまうと。で、一回放置するとですね、これ人間のこれ修正というか僕の修正なのかわかんないんですけども、もう放置しちゃうんですね。そのまま大きくなっても。ですので、えー、まずですね、今回ちょっと気合い入れてですね、種まきからあ収穫までですね、ちゃんと見守って、 えー、手入れもしてていきたいななんて思ってますと種まきをやりたいんですけども春まきはですねすでに時期を、えー、逃しておりまして次回まくのは夏まきでだいたい8月ぐらいになりますで8月はですねもうめちゃくちゃ暑くなってて最も土が乾燥する時期でもございますなので、えー、まあこう宣言したんですけどほぼほぼ自信がない状況にあります しかもですね、僕は平日は菜園に行かないんで、週末、まあ、来た時にはですね、すでに土が乾燥して、全く発芽してない状況が予想されます。というわけで、ちょっと対策を考えました。4つ考えてます。1つ目、まずプランター栽培をやります。で、プランターで家の近くで、えー、育てればですね、水をあげることが可能になりますので、まず環境を変えるということですね。 で2番目ちょっと種をですねコート種子っていってあのー、もともと人参の種ってすごい小さいんですけどまあそれをなんかコーティングしてある、えー、コート種子っていうのが人参にはあってこれを使ってみようかなと思ってますで以前ベータリッチっていうですね、えー、確か品種でコート種子を使ったこともあるんですが、えー、ともう一回リベンジで、えー、こういうコート種子をですねちょっと買ってきて 普通の種とこのコート種子を併用してですね、やってみたいなと思ってます。で3番目、土の鎮圧をしっかりやっていきます。で今まで手のひらであの押してたんですけど、もうグーパンチで,です、ね、しっかりねあの、圧力かけていきたいなと思ってますで。4番目です。4番目はコート種子ではなくてですね、普通の種を使ってキッチンペーパーを濡らしてですね、それをキッチンペーパーをですね、 使って種を包んで、えー、あらかじめ発根させてから種まきすると、まあ、この方法はですね春先にトマトやナスズッキーニなんかでもやったんですが確実に発芽させてまずは発根させてそうすれば発芽がも自然と誘発されますのでこれをちょっとやってみようかなと思ってます。 ということで、4つの対策を今考えております。ちょっと5つ目はもう思いつきませんでした。あの、まずは発芽までの対策案です。えー、まとめると、1番はプランターを使う。2番はコート種子を使う。3番は土をしっかり鎮圧する。4番目はキッチンペーパーを濡らして、えー、種を包んで発根させる。それから種まきすると。この4つをちょっと、えー、トライしてみようかなと思ってます。 というわけで、えー、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。このエピソードは毎朝5時に配信しています。今回は人参を上手に育てる方法をご存知ですかというお話でした。チャンネル登録、フォローをお願いいたします。 このエピソードを聞いたあなたの感想を、YouTube のコメント欄でお待ちしております。今後の番組作成の参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あなたにとって素敵な一日となりますように、ご一がお届けしました。それでは、さようなら。バイバイ。